はい、どうもです。本日はクラッシュブラスターにメイン精度を 3.9 つけて、3.9 もつけて戦っていきたいと思うんですけど、ちょっとね、今まで俺勘違いしてて、塗りの性能、これブラスターだからさ、塗り性能が上がるのかなって思ってたんですけど、まあ、実はなんかジャンプした時に、射撃のブレが軽減されるということで、まあ、ジャンプ打ちで、なんか弾が変なとこ飛ぶ風になってたのがなくなったみたいです。なので前めっちゃぴょんぴょんジャンプ打ちしながら俺はこのクラッシュブラスターで戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、間違えしました。ビーバスパークの暴れバトルです。よろしくお願いします。ということで、ずっと勘違いしてたんですけど、塗りが強くなったわけではないと。このメイン精度をつけたところで、なんかジャンプした時のブレか、わかんねえけどさ。これ、最初にやると、気づかなかったんだけど、このレティクルの部分が、ジャンプした時に、広がらない。そんな広がらない。まあでも、普段通りにやってればね、弾当たるんでね、気にしなくてもいいと思うんですけど。よし。これ、恩恵あんのかな？はい、二人抜き。あと後ろかな？いないな。あ、倒してくれた？よし、ナイス。まあでも、普段と変わらねえな。つけてもつけなくても変わらねえな、これ。変わってるのかな。ブレ。OK、ナイス、味方。ん？あ、一発当たったと思ったんだけど。くそ。やっぱインクね。待って、これ死ぬかもしれん。さすがに逃げますわ。危ねえ。ちょっとね、インクがやっぱ足りないね。サブ使っちゃうとアウトだ。あれ、後ろこれ。ナイス。ちょっとローラー入ってたの。やれそう。怖っ。え、待って、倒してなかった。ごめん、倒してなかった。くっそ。ナイス。あ、やられてんじゃん。ちょっとやらかしたね、今。倒したと思っちゃったな。これ良くないよね。やばい、ちょっと、スクイク、とは上取られたくないな。やだな、これ。めっちゃ見てる。めっちゃ見てる。ちょっと、触れないっす。オッケー。うれぇ。あー！抜かれた！頑張れ！2枚倒してる。3人で頑張れ。3人で倒して。頑張れ。あー。あー、やられてく相手が強い。しょうがない。ちょっと。後ろ来てたわ。びっくりした。マジでびっくりした。ふれ。いやー、スクイックはやめて。オッケーオッケー、一人倒した倒した。なんか近づいてきてるか？これだ。じゃあ、ぶれないぶれない。マジでぶれない。逆に相手は俺のジャンプでね。うわー、ナイス。逆に、俺のジャンプで翻弄するっていうね。こっちはジャンプしても大丈夫だけど、あっちはジャンプして当てられない。あ、待って。あー！やらかしたー！いや、今泳いでたー。強いな、今のイカスミは。いや、右側大丈夫か、これ。戦って。あー、待って、来てるよ。これ上からじゃ。あ、これ最後流しとく。待って、これ負けたかもしれん。くっそー。なんか途中まですごい良かった気がするんだけどな。あー。負け散ったか。勝ってた！勝ってたぞ。これ俺最後カーリング流したおかげ？やった。はい、今チェックしました。ビーバスパークです。ちょっとステージは変わらず。ジャンプ打ちのブレ、どうですか？なんか見れて。あんまわかんないでしょ。やってる俺も、なんかそんなわかんないからな。なんかギアなしで戦ってる感覚。いや、でもこれ外した時にわかんのかね。ちょっとうちのチーム塗り弱いので、最初塗れないと思って、相手めちゃくちゃ、なんか塗り強いの集まってるんだけど。これ俺が塗ってミサイル撃ってた方がいいよ、絶対。これ。仲間のカバーにもなるし、初手ちょっと塗っとかないとさ、後で塗るのめんどくさいし、まあ、ここ塗っても敵抜けてきたら塗り返されちゃうんですけどね。
発目撃ちたい。あ、ナイス味方。倒してくれてますね。あ、ナイスですね。あ、ナイスですね。こっちのローラー軍団が頑張ってるよ。よし。ここいいのか。ここは来そうだな。ナイスキルー。うまい。さあじゃあ。ラッキー。ああ、待って、こっち戻ってきた。はい、これがクラッシュブラスターの壁越しの力。これが壁越しの力。これちょっと厳しいかもしれない。逃げます。いける。これが壁越しの力よ。しかも俺はジャンプしてもブレないからね。まあ、実感はないけど。マジで実感してない。いけるか。引いてく。ここまで行っちゃうよ。いや、直撃だと2発で倒せますからね。まあ、当たればだけど。すまんの、裏取り。あ、これ上取っちゃってるよ。気持ちいい。あ、これか。これだ。一発当ててる。もういけたな。うえぇ、壁越しの力。この言葉好きかもしれない。ナイスキル。抜けたらやってくれたわ。ちょ、マジ、塗り弱いからさ。相手抜けられてるだけだもん、厳しいんだよ、うちの。はいよ。一人か、まあ。まあ。入っちゃおっか。ここで潜伏してよ。みんなあっち行ってるね。あ、仲間が引いてる、うまい。これラスト。さっき倒したのが。これ裏取り刺さんじゃね？これさ、濡れないからもキルに走っちゃうわ。キルという機構。あ、倒せない。あぶねえ！爆弾怖い！逃げてく。待って、めっちゃ逃げてく。めっちゃ逃げてく。おう、これ仲間強かったな。おっしゃー、塗り弱かったけど、これ多分勝った。抜けられてなければ。勝った！確定。はぁ、ありがとうございました。確かに、ジャンプした時に、右と左側に、確かブレがない気がする。はい、ステージ変わりまして、チョウザメ造船ラーバリーバトルです。まあ、ビーバスパークでちょっとやってきたんですけど、なんか、実感は若干、若干、ジャンプした時にね、弾がね、暴れないね。ノット暴れない。ごめん、英語わかんない。暴れん坊将軍じゃありません。うちの猫ちゃんはですね、暴れん坊なので、ちょっと、最近めちゃくちゃ暴れ狂ってるんですけど、大人になってきましたからね。うれ。これ当たってないの？やべ、味方もいっちゃった。ラッキー。うれ。あ、ナイス。ナイス。よし、上取っちゃおう。これマジで上取ったら強いぞ。相手、プライムシューターじゃないと、どかせないでしょ。悪いね。あれ？あ、消えた！助けて！気が逃がして。やべ。うお、来てるし。なんか来たし。左側だね。お、ナイストピード。あー、射程長いやつだ、あいつ。射程長いやつだ。危険だ、俺真ん中取ってるだけでもいいかもしれんな。無理はしない。あ、これ丸み定めたいな。大丈夫か、味方。ナイス。やるね。スパッタリがすげえ頑張ってる。ここ助け行こう。一人で行かな。ナイス。あ、ナイス。一人でいい。頑張ってるぞ。あー、おい。ナイス。スパッタリーがずっと頑張ってる。あ、厳しい。頑張ってますね。双子速攻頑張ってる。配球だ。多分配球だ。配球のあれだよね。稲荷兄弟違うかな。配球じゃないかな。変人速攻の。
き槍だ。あー届かないか、遠くまでは届かなかったか。ジャンプで触れないけど遠くまでは届かなかった。しゃーなしゃーなし、これ一回飛んじゃおう。真ん中取れてれば相手全然上がってこないからチャンス。うえこれ強いからな仲間。僕全然カバーするで、上から行くでるぜ。トーピードが刺さってるわ。おおおおマジで当たるね。ぶれないから。やばいやばい、ちょっと調子乗りすぎた、ごめんなさい。ちょっとごめんなさい。いやー強いこれ。あとあいつだけだ。あと一発、あと一発だ。そうか、出てきて。あー、キル取れなかったか。いやーでもあのジャンプした時のあの左右のブレがなくなって、もしかしたら当たりやすくなったかもしれん。実感ないけど、多分実感はないけど多分、まあ多分。ありがとうございました。まあこんだけつけてるもんな。